とりあえず集めるものは全部集まったけど、どこに持っていけばいいんだ、その材料を。おっと、主に俺のおかげだな。材料集め終わったのはどう、いいけど、どこ持っていけばいいんだこれ。じゃあこのリフト乗るか。あれ、ならならんし、こっちか。起動。さあどこに連れてってくれるのかしら。私を爆弾工場に連れてって。寄進工中央ゲート。あれ、戻ってんじゃねえか。結局振り出しに戻った。これはショートカット用か。え、どこにそんな武器庫あんだよ。あ、あそこか。思い出した、俺さっきここまでの道筋で俺通ったわ。そうか、あそこか。どっちから行った方が早いかな。戻ってから行く方が早いかな。なんか武器製造工場みたいなの通ったね。ここだろ、ここで爆弾作るんだろ。またこいつ復活するし。シェイカーエッジ、おー、使う前に。よくやったもん。防御力高くなるね。あ、外しちゃったらシルクが装備した武器どれかわからなくなった。装備した腕防具どれかわからなくなった。アグリウスアームの方が、まあこっちの方がまだマシか。こんなもんでいいか。装備変更に時間かけてるとえらい長くなる。爆弾完成。今のでできたの。できたんだったら怪しいな。意外にもあっさりとできたけど。これだな。はい、爆弾設置します。意外と大したことない。そのフェンス丸ごとぶっ壊してくれるのかと思ったら、場所だけ、一箇所だけだった。バランス悪い。これでいいや。回復薬がいないのがちょっと辛いな。これでいいや。何気に力結構使いやす、結構頼りになるな。こっから行ける、左かな。
おう。おお。落ちたら一巻の終わりだなこれ。気をつけていこう。これ逆に落ちたら、いや、あんまり落ちない方がいいかな、しばらくは。探索もそうだけど、あ、こっから先行けないっぽいな。下にも道は続いてんのか、これは。はい、痛い。こうやって登るのかね。すっげえギリギリ。リーフコイル、なんやそれ。リーフコイルって草なのか鉄なのかようわからん名前が出てきたな。奇神兵生産工場。あ、この金網の、本来ならこの金網を登るべきだったんだけど、そのままこのパイプを伝っていっちゃったな俺。武士道ネジ。まあ戦うしかないと。勇者2機が相手だもん。背後取れね、背後取れね。なんで、あーもう、ほい。よし。巻き仲間感結構手に入るな。はい、弱い。ここで鬼神兵を作ってるんだな。こうしてみるとなんか気持ち悪いけどさ、わっ飛んでるやつもいる。こういうやつほどめんどくせえんだよな。気づいてないからまだいいか。こっち向いてるな。こいつは私に任せて。勇者力が。マスター。はい、次スリーページ。まだ連携は使わないよ。俺の方に来た。倒せた。やばい技を使われる前に。よし、こいつか。強行突破。こう、生産工場に住むと鬼神兵が待ち構えていた。立ち塞がれ敵を倒し強行突破しよう。たくさんの敵を倒さないといけないわけかな。負けられないんだ。お供のみんな頑張れ。もひぃ、巻き込めるかな。始めるよ。ファックスラッシュ、リキ出番だよ。ふーちゃん、リキやってやるもん。あとは任せたもん。意味がわからん。なんでフィオルンが使え、なんでフィオルンに繋がらなかったんだ。場所が狭いと微妙にこういうことになるのはちょっと許せん。ほい、もう一回連携いくぞ。まずは盾で防ぐか。はい、盾間に合うか。
間に合った。バックスラッシュ決め込む。よーし、今度はなんとか繋がった。敵単体10連続攻撃どうすっかな。ダブルウィンド、まだ繋がるぞ。テンションが上がれば上がるほどどんどん繋がりやすくなるのかな。スイート1、こっち向くな。効かない効かない。あと1匹かな。うまいこと2匹同時に巻き込めればいいんだが、やばいな。こっちもやばいし、あっちもやばい。スリットソード5、さっき俺バスター使ったかな。あー、バトルソードも使えない。届くか連携、これ届かないと思うな。寝た？寝てねえじゃん。回復させとこ。よし、なんとか死にやしな。めんどくせえな。かっこ撃破行きたいけど、あいつ飛んでるしな。マジか。ハッシュチョップ5、出血、そして大ダメージ。さて、そんで、うわー、間に合わなかったか。一気にとどめさすか。こっち向いたぞ。どうすか。なんかもう考えたくねえや。背後からって、今こっち背後か。全然違った。よし、あと一匹。正面向いてるな。間違えた。本当は俺シャドウアイ使いたかったんだ。転倒してくれた。違う、俺はバックサッシュ使いたかったんだよ。あとちょいかな。はい、倒せた。待ち構えていた敵を撃破し強行突破した。よーし、ふう、あ、夜になっちゃった。まあ屋内だからそんなあんま関係ねえな。屋内っていうか鬼神の中だから、鬼神の体内の中だからな。また敵が待ち構えたりしないよな。上級アーツ書欲しいところだけどね。この辺の敵倒せば上級アーツ書が手に入るみたい。てかユニークモンスター限定でね。中央塔甲板、よし。
よし、家ら抜き水の結晶。ところどころでパーティー変えないとね。シュルクは絶対必須。しばらくはこれでもいいでしょう。アグニラだとだいぶ距離あるな。今度はなんか扉が、壁が、電圧障壁が。中央塔の前にある電圧障壁が行く手を遮っている。電圧障壁を解除し中央塔の上部へと向かおう。どこにそんなスイッチあるんだ。力が湧いてくるぜ。ショートカットできそうなとこあるんだよね。近いな。この上か。スイッチはこっちかな。まあ簡単には行かせてくんねえよな。さあ行くよ。再現を尽くそう。やってやろうぜ。はっ、チェンジしていくぜ。ほら、あとちょいかな。やれそうだ。あ、間違えてバトルトルーク違っちゃった。よし、2匹が巻き込めた。よかった、こいつは宝箱落としてくれなかった。落としてくれなかった。さっき倒したやつが宝箱落としたら俺多分取りに行けねえわ。よし、あとはこいつ。96式あわけ。さあ行くよ。やってやろうぜ。手加減はせん。とシャドウアイ、ほら、こりゃほら、やりすぎた。いや、今ならやれそうだ。開け、ほらだよ。あ、まだビートだ。これがまだでかいな。さっきからなんでヘイトが俺の方に。一回離れよう。ダメージ向こう。ダメージ向こうと書いてるけど普通にダメージを与えてるし。こっち向いちゃった。あー、さっきバスター使うんじゃなかった。じゃあヘイトが変わらないうちに。俺かよ。もう OK じゃねえよ。よかった、なんとかラインの方に来た。はい、バックスタッシュ。あ、倒せた。すげえドキドキした。ヘイトがめっちゃ変わった。これだな。よし、あと一つ解除しないといけないの、もしかして。嫌な予感。鬼神兵の軍団が、まあ戦うしかないだろうね。
まあとりあえずザコから片付けるか。巻き込めるかな、たくさんの敵を。よーし、2匹ぐらい巻き込めた。これがモナドの力なのか。あと1匹違う、あと2匹。任せて。攻撃来た。しまったな。ガリアチェンソー5。はい、これで死ぬ。ラストスタンド使わせよ。まずいよ。分かったね、シュク。何の追ってきたよ。乗ってんな、シュク。よし。あの、ガードシフトだ。エリアの力。よし。なんとなった。バスターちょっと様子見て使おう。一気に行こう。はい、バックスラッシュ。よし。俺の番だな。もうスイング。頼むぜ、エリア。1匹しか与えてねえや、ダメージを。まさかの、まさかのエレメント召喚してないっていうね。スピアブレイク。まだ続けるぞ。今度は僕の番だ。もう一気に使っちゃえ、バスター。どうだ、少しだよ。そうだな、もっとだよ。私も分かってる。切り札、相互パイロ。盛り上がってきたぜ。決まったぜ。よーし、あと1匹。あとはちょっとモナドアーツを使うようになるまでオートアタックをどんどん使っていく。で、ラインを回復。後ろ向いてるな。みんなの力を一つに。我らが力、いつかやろうではないか、シルク。気合が足りんぞ、ラインサマーアクア。ほら、帰ってきたぜ。いっけー、俺の方に来たな。大丈夫大丈夫、この時のためにモナドアーツは取っておいた。モナド、モナドセーブド。そしてラインを回復。ありがとよ。俺に任せろ。よっしゃ、これで OK だ。バックスラッシュ。あと1人で勝てるな。 OK、 いつで今だ、一気に行こう。よし、バックスラッシュ。ライン勝利落ちがひどいことになってるな。ソードパイ飛ばしてやる。頼むぜ、メリア。任せておけ。もらうぞ。エレメント発射。あ、もう終わりか。とどめさせるかな、これで。あー、とどめさすには至らなかった。よーし、ふう、なんとか倒せた。左右に道ができた。こっちはまあ格納庫だな、普通の。普通に呼び出せた。ただこっちが気になるな。おいやす、バイバーイ。こいつは戦おう。まあ、いいとや。心が、ねえ、騒いできた。エリアと一緒に戦えたら、僕も嬉しいよ。やれそう。ラッシュ。1匹しか巻き込めなかったんだよ。
よし、とりあえず周りの雑魚から先に倒してユニークモンスターを倒す。この戦略です。放っておくとデバフ効果の持つ圧を使ってくるから厄介なんで。ラッシュ。ああ、さっきバスター使わない方があったか。よし、一匹倒した。あとこいつだけ。どうすっか。ガードシフト。よし、フェイトが変わらないように。よし、ライオン回復。その点までバックサッシュ、後ろからズゴン。あ、だ特攻になってね。まずいな。俺の方に来た。立て、間に合え、間に合え、間に合った。そしてラインを回復。よし、あ、ラストシールド使うまでもなかった。後ろ向いてる隙にどんどん使っていくぞ。お願い、俺の番だな。メリア、私の番だな。宣言せよ、我らの前に敵はない。なかなかつながらないな、このパーティー。俺の方に来た。死ぬわ。ヘイストだぞ。厄介なものはないぜ。一気に倒された。こいつは倒しておきたかった。もう一回やろう、最強パーティーで。なんか歴のアーツもちょっと変えていきたいよね。結果的にカムカム強化させないとダメだな。バスター、あ、足りないか。残り5000ないな。アーツポイントが足りない。もう一回これで再戦しよう。
これで巻き込めるだろ。大丈夫大丈夫、倒せる倒せる。はい、倒せた。そしてラインが戦闘不能に。早く復活させて。うわ、つらい。油断したぜ。これはラストスタンドだな。こっち見ろ、これマービートだ。いや心がほら騒いできた。倒れてほらまだやれそうだ。いい感じになってきたぜ。俺落ち着いて戦いたい。どんどん特攻決めよう。マジか。微妙なところだな。使うべきか使わないべきか。まずいよ。分かったです。ガードシフト。バスターようやく使った。なんで俺の方に来る。しんどい。こっち来た。使わないのか。ダイ、まずいよ。分かったです。開け、ほらのよ。ほらば、ナイス俺。お供のみんな、いい感じになってきたもん。ミキらしいセリフだね。そろそろ。まあ、よし、ここじゃ。ありがてえ、いっけ。なんとかなったか。またライン。ガードシフト使わせるわけにいかないし。さて、なかなかトップ決まらないぞ。だけどあとちょいで勝てるか。これでとどめ。おお、リキがやってくれたんだ。まずいよね。助かったのか。シャドウスティッチを手に入れた。よーし、何とか倒せた。あとメリアのアーチショーもゲット。よし、シャドウスティッチというと、ああバインドする技か。まあ別に使えないわけじゃないから上げておこう。スピアブレイク後強制転倒。スピアブレイクの後これを使えば転倒させる。俺接近戦で結構有効だな。
でもメリアどっちかっていうとこういうエーテル系の技を強化させたいんだけど、もうほとんどマックスに近いんだよな。うっし、あー終わった終わった。結構しんどかった。よし、これでいけるかな。まだクエストマークがついてるのが気になるけど。帝都域転送装置、よっしゃ。あー、ようやくアグニラータにいけるぜ。さて、マシーナたちの都かな、ここは。まあ、帝都だからタダでは返してくれないだろうな。戦闘ばっかり起きそうな感じです。行け、ロコンの勇者たちよ。今戦争真っ只中。え、こいつもまだ生きてた。おお、ようやく現れおったが、いつぞやの決戦の時のように蹴散らしてくれるわ。いけるか。当然だ。これだけの戦力があればシルクがいなくともな。ったく、小僧に面倒かけさせたくないだけだろ。素直じゃねえな、じいさん。うっさいわ、ほっとけ。四号師団は全出力を障壁の位置に投入せよ。てか、ヴァンダム生きてたの。六号師団はホムス軍の負傷者を支援せよ。こいつはいい。ハイエンターども、なまっちろいやつばかりだが役に立つじゃないか。あのバカ者が、むやみやたらと突っ込みおって。火の者、今こそノポンの底の真の力を見せる時ぞ。言えるよ。勇者力の戦い、忘れるな。もう今のところ我々が優勢と見てよいかな。はい、このまま戦況が推移すれば我が軍の大勝利に間違いはありません。まだ早いよ、そう思い込むのはね。敵はまだ戦力を隠している。殿下、敵増援、上空より接近。顔つきの部隊です。やっぱりな。来たぞ、あの武器だ。1から3号師だ。ホムス部隊を支援しつつ顔つきを包囲せよ。殿下、それでは殿下の直営が。前衛が崩壊したら結局は戦うことになる。幽閉となるよりマシだ。急げ。ザコはいつまでも気分出してんじゃねえよ。ディキソンかっけえ。危ない。すごいハンドルさばき。槍を掴んだぞ。どこの誰かは知らねえが、悪く思うなよ。花から決まってんだよ、こうなるってな。ふん、意外と使いこなしてるじゃない。ちょっと嬉しくなっちゃうかも。でもまだまだこんなものじゃないわ。この子たちの本当の力は。この子たちの本当の力。後ろから耳ちい戦い方しやがって。この俺が少年を叩き直してくれるわ。少年を叩き直す前に前衛なんとかしろ。外はあんなに激しい戦いを繰り広げてんのに、俺ら結構ゆとってんな。とても仇とは思えないほど、仇の場所とは思えないほど結構ゆったりとした音楽が。
帝都アグニラータ。なんだこれ。テレシアがいたような気がする今。え、このまま行っていいものなの？確実に鬼神兵と戦闘が起こるだろ。ファンシーボルトを手に入れた。ファンシーな感じじゃないけど。ここが鬼神界のテート。ええ、テートアグニラータ。なんか寂しい感じだな。私たちマシーナが住んでいた都です。なんだか寂しいところね。ああ、誰も住んでいる様子がない。まさに死の都だな。なんだか嫌だもん、リキここ嫌いだもん。この町すべてをマシーナが作ったのか。すげえもんだな。でもどの建物も随分長い時間が経ってるみたいだ。恐竜だもん。大恐竜だって？テレシアだ。これはテレシア。石みたいね。どうしてこんな場所にテレシアが。この化石化したテレシアは太古の戦いの際この帝都を襲った者たちの慣れの果てです。なぜテレシアがあなた方の町を襲ったの？大昔の戦いって巨神と鬼神だけのものではなかったの？その答えはあの中央に立つ塔、情報記録センターに。巨神界と鬼神界の過去に何があったのか、私が今ここで語るよりもあなた方のその目で確かめた方がいいでしょう。もったいぶらないで言えよ。お前いろいろ知ってんだろうがよ。